カウントダウンとは、特定の時間や特定の状態になるまでの秒数や日数を数えること。秒読み。閉店のカウントダウン主に大晦日には、年越しの時間帯になると、有名スポットやコンサート会場、ラジオ放送の中継地など世界各地でカウントダウンイベントが行われる。また、マラソン、駅伝といったスポーツの大会でもスタート地点で開催される。 有名なカウントダウンの一つにロケットやスペースシャトルの打ち上げが挙げられる。正確には t マイナスタイムであり t は発射時間の略である。なおロケット発射時のカウントダウンは1929年制作のフリッツラングによる SF 映画ガツ世界の女に由来している。その他の用法としては音楽番組や雑誌などで今週のヒット曲を紹介するときに カウントダウンと称することが多い。様々な国の番組や番組内のコーナーでカウントダウンを名前の一部に取り入れている。例えば1970年代から1980年代までオーストラリア国営放送でカウントダウンという音楽番組が放送されていた。3月21日はカウントダウンの日となっている。カウントダウンの開始や 終了のタイミングは様々であるため、失敗を防ぐためには、統一が必要である。カウントダウンを故障し始める秒数は、3秒や10秒など、国家や地域、行事により、様々である。カウントダウンの終了し何かを実行するタイミングは、0秒や1秒、マイナス1秒と、国家や地域、行事により異なる。カウントダウンコンサートイベント、ありがとうございます。